皆さんこんにちは。国際沖縄空手道無双会の荒垣です。今回も無双会空手チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回の動画も非常に興味深いと思います。今日はですね、近代空手の父とまで呼ばれているリトス・アンコーという人物を紹介します。リトス・アンコーというのは安常と書きます。安いという字に常ですね。しかし沖縄では音読みを取りますので、リトス・アンコーと言います。私は沖縄空手の歴史というのを原書房から10年ほど前に出版しています。大体のことはこれに書いてあります。この本を出版するときに調べたものが私の歴史の講座の元種になっています。今回のリトス・アンコーは1831年に生まれています。これはですね、文政13年って言いますけど、文政13年というと明治元年から大体37年ほど前なんですよ。ですから割と昔の人、日本で言えば江戸時代の末期の人ですね。まだ、幕末になってるか、ま、なってないかあたりです。でもこの1831年というのはですね、アジア史においては非常に大きな時代の流れの一区切りなんですよ。なぜかというと、この1831年から9年後の1840年に中国、当時は清王朝です。清王朝を揺るがしたアヘン戦争が2年にわたって行われているんですよ。その9年ほど前にリトス・アンコーは生まれています。実はこのアヘン戦争というのは非常に東洋の国々の歴史に大きな影響を与えているんですよ。アヘン戦争があったがゆえに、すなわち長州の高杉晋作が確か上海に行ってるんですよ。そしてアヘン戦争に後の中国の有様を見て、これでは日本が大変なことになると、西洋の侵略侵攻に敗れた清王朝、中国ですね、の悲惨な状態を見て、高杉晋作はこれではいけないと、日本は近代化しなければ中国と同じような有様になってしまうと思ったわけです。この思い、究極の思いですね、国を救う、国を守る思いというのは、実は南海の孤島の島であった孤島の国であった琉球王国でもこの思いというのは生まれてきたんです。実は松村宗崑、リトス・アンコーなどは全てこの究極の思いに突き動かされて空手を指導した、そして伝承したという思いもあると思っています。そこはお気に留めていてください。実はですね、2日ほど前に閉会の国内におけるネット稽古会が終了しました。おかげさまで無事大盛況のうちに終了しました。我々は武術として伝承された沖縄空手の最高というのを歌っています。趣旨にもしご賛同いただけ、閉会の空手に興味がある、学んでみたいと思われましたら、この番組の下の欄あたりに閉会のインフォメーションがあると思います。会員登録よろしくお願いします。そしてこの人、リトス・アンコーですね、1831年に生まれて1915年、これ大正4年ですに亡くなられています。私、リトスの子孫というのをだいぶ調べたんですよ。するとリトスは娘さんがおられて、でもそこが耐えて、このリトスの弟の子のアンツーが継いでます。これでアンゴーといって、そして登る、リトス登るという方がいらっしゃいました。この人は私は電話でだいぶ事情をお聞きした記憶があります。さてここで私、継承は全て略させていただきます。すなわち伊藤須先生とか松村先生という言い方はしません。なぜなら彼らは歴史の偉人ですから、私ごときが先生などと言える人たちではないわけです。ですからそこはご了承ください。これ伊藤須安公というのは、小さい時は無口で体の弱い人間だったという話もありますけど、全盛期というか少年になった時は90キロ、体重90キロあったという話もあります。あの当時としてはもう巨漢ですよね。ですからまあどっちがどっちなのか分かりませんけど、それでリトス・アンコーの写真というのも2点3点して、一体どっちがどれか、どれが本物かっていうのまだ分かんないんですよ。まあともかくそういうもんです。ですね、まず最初、リトスは首里手の祖、または空手の祖としてもいい武士松村こと松村宗崑に弟子入りします。しかし残念ながら松村はあんまりリトスのことを買わなかったみたいなんですよ。そしてやっぱり先生から疎まれると嫌ですから、人間って。リトスは首里手とは全然別の古流那覇手、これは古流というのは比嘉恩那先生が持ってきた那覇手は、私は信仰那覇手と言ってます。比嘉恩那官僚ですね、宮城長順の先生にあたる人、その人が持ってきたのは信仰那覇手です。
それ以前に那覇ではあったんですよ。私はコリュー那覇と呼んでます。そこに長浜という人がいました。実はこの長浜という先生、まあ、伊藤さんの先生になるんですけどね、一つしか違わないんですよ、伊藤さんとは。それでこれも逸話なんですけど、調べようがないですからね。ですね、長浜は割と早く亡くなるみたいです。そして亡くなる時に枕元で伊藤さんを呼んで、伊藤さんに実は今までやってたお前が教えたもの、あなたに教えたものはちょっと間違いないだったかもしれんということで、伊藤先生、まあそれを聞いてわっと思ったんでしょう。ね、今まで何してたんだろう。でもまあそういう話は別として、その後に長浜が亡くなった後に伊藤は松村の元に帰ります。そしてそこで手裏剣を修行するわけです。ですから伊藤の空手というのは古流空手が入ってるんですよ。これをまず覚えててください。そして次は1900年前後ですね、新興の宛の祖となる伊賀女官僚が中国から帰ってきます。まあその時はもう伊賀女官僚というのはモダンな人なわけですよ。大清国、大きな新王朝から新しい空手、またはもう直通の直系の空手を持ってきたと。まあそれでまあ社会は沸き立つわけです。それで伊藤はこの伊賀女を自宅に招いて学んだという千原長信の弟子であった伊賀雄直の証言があります。千原長信は伊藤三公の直系なんですよ、一番の皇帝。その千原長信が伊賀雄直に、伊藤先生は中国から帰ってこられた伊賀女先生を自宅に招いて指導を受けたという明確な証言があります。それと古流の果て、信仰の果てを伊藤は学んでいるわけです。さらに驚くべきことに、これはですね、日本空手道の父としてもいい船越義人の書に、伊藤三公は泊まりの城間、グスク間って言います。あの当時はグスクというのが城ですから、城間の直系である。この泊まりの城間というのを私は非常に一生懸命調べたんですけど、あんまり分かんないんですよ。ただ城間は鎮東をやってたはずです。ですから伊藤氏の鎮東、まあ相当関係等では眼角ということですね。それは伊藤氏系統であると思います。では手裏剣があって、那覇手、古流那覇手、信仰那覇手を学び、かつ泊まり手の直系から学んだ、城間から学んだっていう伊藤氏の空手は一体どういうものであったか、まあ、それをほんの触りだけ説明します。手裏剣のないパンチというのはこうやって自分の膝と足指がまっすぐ前に向くんです。平行になるんですよ。でも皆さんお分かりのように、進行の果ての三鎮立ちというのは足が中に入ります。すなわち膝関節が中に入っていくわけです。これ正歩行だから、普通に目歩くのは同歩行なんですよ。でも進行の果て、これは通剣の影響だと思います。膝が中に入っていくわけです。これは南波剣の非常に特殊な立ち方です。日本武道にありません。これで武術として伝承された沖縄空手にもそういう立ち方はありません。これは信仰の果てが持ってきた流れです。これは中国でもこういう立ち方というのは近代になって鶴剣が非常に盛んになって流行したものだと思います。まあそういうのは別として、今まで官僚から何を学んだか、特にこれですね、これと力を込めるということを学んだと思います。ですからこれは私がな学んだナイファンチャーはこれです。まっすぐです。元武の猿こと元武長期のナイファンチャーもこれです。でも伊藤氏の影響のある例えば千原長信の小林流などやや膝が中に入ります。これはこれの影響だと思います。例えば正三立ちというのがあります。正三、十三歩ですね。正三立ちというのもやっぱり中に入ります。ああいう立ち方は手裏剣にはありません。あれは近代になって信仰の果ての影響で変革された、または輸入された立ち方です。まあそれから体を固める。ですからこれは松村の弟子であり伊藤氏にも指示した、それが指示したかどうか分かりませんけどね。伊藤氏はですね、実は師範学校大中学でも教えてるんですよ。その時に伊藤氏先生は、伊藤先生と言いますけど74歳なんですよ。74歳の老人が中学、まあ中学高校生を教えるというのはきついですが、その時に伊藤氏の助手をやったのが原城長も、筆剣剣入、そして矢部剣通ということです。この矢部剣通が言ってるんですよ。伊藤先生というのは那覇手が6部で手裏手が4部であった。ですから当時の人間の感覚としては伊藤氏というのは手裏手ではないんですよ。これびっくりなさるでしょうけど、これは歴史的事実だと確認しておいてください。いいですね。明治38年にですね、1905年に伊藤氏は74歳です。その時に沖縄県立第一中学校、そして沖縄師範学校、その2つで体育として伊藤氏は空手を教え始めます。この時に空手が体育体操化されました。現在伝わっているピンヤン、または平安と呼ばれる方はその時に学童
児童に教えるために考案されたものです。ですからあれは体育体操のことです。物質的に考えたら意味をなさない、または希望を全て抜いた、そうでなければ体育化できませんから。ですからあれを実践に置き換えて云々は本来は無駄なんですよ。あのままでは武術家にな直してその後にどうするかどうしたのかを考慮するのは OK でしょうけど、あれをそのまま戦いに使えるということは大きな間違いだと私は思っています。彼がこの世にいなければ空手はこの世にありません。私自身が糸祖は空手から牙を抜いたと書いています。これは私の責任で言います。すなわち武術としての空手を糸祖は体操化してしまった、スポーツ化してしまった。なぜか2つ理由があるんです。一つは空手を残すために糸祖蘭光という人間いなければ空手は今まで残ってません。これは私は責任を持って明言します。もし残ってたとしても、例えば村祭り、そういうものに年に1回みんなで練習して、はい、空手術というのがあったと、 T というのがあって、それを舞台で見せる、それだけだったと思います。誰も空手なんかやってなかったです。オリンピックなんかもう全然問題外です。インターハイ、国体、全日本大会、それは全部問題外です。糸祖がいなければ空手は現代まで残っていません。ですから今沖縄には空手会館というのがありますけど、私個人としてはそこの真正面に糸祖蘭光の銅像または胸像なりを建てるべきだなと私個人が思っています。このように沖縄空手武術として伝承された沖縄空手の歴史を延々と述べていきます。ですからこの動画もしよろしければ高評価かつチャンネル登録よろしくお願いします。それから前も言いましたけど、今閉会の活動が日本国内で非常に活発になっています。もしよろしければ入門してください。武術として伝承された沖縄空手の再興を共にやっていきましょう。そしてですね、その後それから3、4年後ですね、1908年、明治41年です。これ糸祖は77歳になっています。その時に糸祖は非常に重要な文献を残します。これが空手心得10か条というやつです。この時の糸祖の意義2つ言いましたね。空手を世の中に残したいと、でもそれ以上に大きな思いが糸祖蘭光という男にあったんです。実はですね、沖縄というところは昔は琉球王国です。明治維新で日本国が近代化を果たそうとした。その後に沖縄は琉球藩となり、そして沖縄県となったわけです。藩でも何でもなかったわけですよ。一つの独立した、まあ一種の反独立国ですけどね、の国として存在していた。それが日本政府に組み込まれ琉球藩となった。大藩置県から10年ぐらい遅れます。その後に沖縄県になったんです。すると異文化なんですよ、中央政府から見れば。そういうものをいかにして日本化するか、それに日本政府はだいぶ苦慮したはずです。かつ沖縄の知識人、これは糸祖も含みます。すなわち士族の連中です、行政官の連中、彼らはいかにして日本政府に入っていくか、それをだいぶ苦労したみたいです。ぶっちゃけて言います、当時の沖縄の人間というのは二等国民、セカンドクラスシティズンなんですよ。わかりますか。そのセカンドクラスシティズンをいかにして日本本土の日本人と同等にするか、その時の米国、すなわち乗り物として空手を使用したと思っています。すなわち空手という琉球国、琉球王国、沖縄固有の武術をいかにして体育体操化し、スポーツ化して、すなわち普遍化させて、近代化させて、これを日本文化の中に食い込ませるか、その過程において二等国民またはセカンドクラスシティズンになってしまう可能性のある沖縄の人間たちを日本本土の日本人と同等なまで持っていく、そういう大きな夢、希望、または野望としてもいいでしょう。それを持っていたのが糸祖蘭光だと思っています。私は糸祖蘭光の空手の技術というのはそんなに高いものではなかったなと思っています。それはあんまり関係のないことだと思っています。なぜなら彼は空手家というよりは体明家なんですよ。一つのものを大きなビジョンを持って世界に問うた、その野心野望または先見の目、それが一つの大きな特質であり、沖縄の空手または空手自体がそういう人間を疾風怒涛の時期、激動の時に持てたということは非常に非常に幸運であったと思います。これはコンクルージョン、すなわち結論と言いますけど、糸祖という男は一体何をしたか、それは近代空手の父と言われるように空手を後世に残したということなんです。そして世界的に普遍性のある体育体操スポーツの中に組み入れて、2020年または2021年に開催される
東京オリンピックの参加種目となせるまでのものも成し遂げたということです。それを愛しの夢希望を叶えるためにその後輩たち弟子たちは必死の努力をします。船越議員がそれであり、馬舟健吾がそれであり、矢部健通がそれであり、全ては愛しあんこうという男がいたからこそ彼らはここまで頑張ったんだと思います。その末裔が我々現代の空手家です。ですから今回愛しあんこう一人の空手家としてはいろいろ今議論もされています。しかし一人の偉人として見た場合に、沖縄がそして日本が愛しという男をあの時代に持てたということは非常な幸運だったと思っています。どうもありがとうございました。